ご出席の CEO 及び企業幹部の皆様皆様の横浜へのご来訪と APEC CEO サミットへのご参加に心から歓迎の意を述べたいと思いますビジネスの最前線におられる皆さんそうした場で活躍されている皆さんと世界と地域の経済を 牽引してこられたその経験を含めお会いをできることを大変光栄に思っております今日と明日の2日間 APEC 首脳会議が開催されます APEC は創設から21年が経過をいたしましたが今まさにアジア太平洋地域は世界の中でも最も活力に満ちた 成長センターとなっております私たちを取り巻く環境は今後もダイナミックに変わり続けると思います APEC は進化を続けなければなりませんその中で今年の APEC には2つの大きなテーマがありますその1つは APEC の中核的な理念であります 貿易投資の自由化、円滑化、この分野をさらに掘り下げ、人、物、金が生き返する自由貿易圏、f t a プの実現にさらに踏み込んでいくことであります。もう一つは、世界経済および地域経済が直面をしている新たな課題に対応し、 持続可能な成長を達成するため APEC のメンバーが認識を共有することがもう一つ重要だと考えております私たちは APEC としては初めて成長戦略の策定を目指してまいります私はこの地域の将来について APEC 首脳の皆さんとじっくり話し合い議論を深めて 共通理解が得られるよう、議長として最善を尽くしてまいります。ビジネス界の皆様からも、力強い提案や積極的な協力をいただいてきましたけれども、これからもお願いをいたしたいと思います。さて、この日本では17世紀から19世紀にかけて、 外国との往来を極めて厳しく制限をした鎖国と呼ばれる時代がありましたさまざまな困難を乗り越えて開国に踏み切ったのは今から150年ほど前であります私たち皆様方が集っているこの横浜は当時外国に向かって開かれた港の一つでありまして今日では 日本でも屈指の国際的な港に成長いたしましたその横浜の地で皆様を前に申し上げたいことがあります日本は今また再び大きく国を開いていくことを決断をいたしました今日世界の多くの国々が特にこの APEC に集う国々が次々と国を積極的に開き経済連携協定を結び自由な貿易圏を形成をいたしております率直に言って我が国はこの潮流にやや立ち遅れてまいりましたしかし日本の繁栄は世界 特に発展著しいアジア太平洋地域とともに成長の道を歩むということを抜きにしては考えられません。今月9日に閣議決定をいたしました包括的経済連携に関する基本方針のもと、日本政府は我が国に特に大きな利益を持たす EPA や 広域経済連携について、高いレベルの経済連携を目指してまいります。また、環太平洋パートナーシップ TPP については、国内の環境整備を早急に進めるとともに、関係国との協議を開始をいたします。自由貿易を進めるとともに、農業改革を推進します。日本の農業は、 高齢化が進んでおり、貿易の自由化遺憾に関わらず、このままの状態では、将来の展望が開けません。多くの若者が農業に従事し、質の高い食品を海外に輸出することもできる、競争力のある農業を目指して改革を進めてまいります。次に日本の 魅力を高めることにより、優れた人材や知恵、技術、製品、そして投資を世界の国々から積極的に受け入れてまいりたいと思います。政府は今月、我が国のビジネス環境を世界最高レベルに引き上げるための総合的な投資促進プログラムを取りまとめます。我が国に対する グリーン投資あるいは研究開発投資を補助し法人税の引き下げや事業活動の障壁となっている制度の見直しを積極的に取り組んでまいります特に野心的な試みとして特区制度を設けます国際拠点物流環境 バイオ等の先駆的な取り組みを支援するため規制の特例など支援措置を総合的集中的に講じてまいりたいと考えております同時にアジア太平洋地域とともに成長するため私たちはビジネスチャンスを外に向かっても開拓をしてまいります民と官とが連携した結果先般我が国は ベトナムとの間で初めて海外における原子力発電所の建設のパートナーとして決めていただきましたまたベトナムとの間でレアアースの開発などについてもまとまることができましたさらに先日は先月はインドとの間で EPA の締結に実質 合意をすることができました日本はすでに変わりつつあります皆さんの中には国際化された羽田空港を使って来日された方もおられると思います本日日本と米国は首都圏空港を含むオープンスカイ協定を正式に署名しました 空の自由化は東アジアを中心とにもっと広げてまいりますしかし変化はまだ十分ではありません私の役目はそうした改革を加速させることにありますそのことは引いては皆様にとってもビジネスチャンスが広がることにつながると考えております そういった平成の開国を実現をする中で、ぜひとも世界の企業として活躍をされている皆さんに、我が国に対する投資や、我が国での研究開発にさらに参加がいただけるよう、心から 期待をいたしております最後になりましたがこの CEO サミットという素晴らしい会合を本日主催をいただいた米倉経団連会長をはじめ経団連の皆様に心からお礼を申し上げますどうもご清聴ありがとうございました